はい、こんにちは。今日はインスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問いただいてます。ご質問は、サイコパスとソシオパスって何が違うんですか？あと、反社会性人格障害とは何が違うんですか？というご質問です。そうですね。まあ、サイコパスっていう言葉、最近よくね、使われるようになってきて、YouTube とかインターネットでも、そのサイコパス診断を自分でしてみたとかね、そういうのが、よくあるんですけれど、基本的にサイコパスっていう言葉は、精神科医はほとんど使わないですね。一部使う先生もいるんですけど、これだけポピュラーになってきた言葉なので、でも基本的には使わない、人が多いです。特に日本の場合は、はい、どっちかっていうとサイコパスという言葉はその心理学者の中でよく使われる言葉なんですね。特に異常心理学とか犯罪心理学とかそっちの分野で使われている言葉です。で、精神科医の中ではサイコパスっていう人たちは、多くの人たちが反社会性人格障害っていう範疇に入りますね。反社会性人格障害っていうのは、反社会的な行動をとる人、そういう人格障害を持っている人を言うんだけど、その中に大部分のサイコパスが入ってくるってことになります。同じようにその HSP っていう言葉も最近よく流行ってるじゃないですか。すごく敏感で過敏な人を HSP って言うんですけれど、 HSP っていう言葉もサイコパスと同じで精神科の先生ってほとんど使わないんですよね。どっちかというと HSP も心理学者がよく使う言葉、心理学者による定義です。なので HSP の人たちは精神科医の中では、神経症の中に分類されることが多いですね。特に不安神経症ですよね。そういう感じなんですけど、あとね、ソシオパスって何かっていうご質問に関してはですね、ソシオパスっていうのはですね、その行動遺伝学者のデビッド・リッケンっていう人が、反社会的人格をサイコパス的人格と、そのソシオパス的人格っていうのがあるっていうふうに定義したんですよ。で、サイコパス的人格っていうのは、主に先天的な要因によって形成されている人格で、ソシオパス的人格っていうのは主に後天的な素因によって形成されている人格っていうふうに分類したわけです。なので、サイコパスとソシオパス何が違うかっていうと、先天的な要因か後天的な要因かっていうものによって分けられるっていうふうに言われてるんだけど、ここもですね、結構ごっちゃになってて、一般的にサイコパスっていうと、もうソシオパスもサイコパスもみんなごっちゃにして定義して話してる人が多いですよね。なのでサイコパスもソシオパスも反社会性人格障害も、かなりの部分かぶってて、精神科医の中ではサイコパス的人格、ソシオパス的人格の人は、ほとんどが反社会性人格障害に分類されるっていう形になります。はい。で、じゃあそういう人たちってどういう性格なのかっていうことをですね、説明しようと思うんですけど、じゃあその精神科でいうね、反社会性人格障害の特徴について述べていきます。反社会性人格障害は、器物の破壊、他者への嫌がらせ、窃盗により他者や法律の軽視を示すことがある。彼らは自分の欲しいもの、金、権力、セックスを手に入れるために人を欺き、利用し、言いくるめ、操作することがある。突然転職したり引っ越したり、人間関係を変えたりする。運転中にスピードを出したり、酩酊中に、運転したりして時に事故につながることがある。過剰な量のアルコールを摂取したり、有害作用が生じうる違法薬物を使用したりする。社会的金銭的に無責任である。他の仕事に就く計画もなく仕事を辞めることがある。機会があっても職を求めないことがある。請求書の支払いをしなかったり、ローン返済を怠ったり、子どもの養育費を支払わなかったりする。身体的攻撃性を示す。配偶者やパートナーと喧嘩を始めたり、虐待したりする。
性的関係では、無責任でパートナーを利用し、パートナーを一人だけにとどめることができない場合がある。自分が傷つけた相手や世の中の在り方を責めることで自分の行動を合理化することがある。人の言いなりになるまいとし、いかなる犠牲を払っても自分にとって最善と考えることをしようとする。他者に対する共感に欠け、他者の感情、権利及び苦しみをバカにしたり、それらに無関心であったりする。自己評価が高い傾向があり、非常に独断的自信家または傲慢なことがある。望むものを手に入れるためには感じよく能弁で流暢に話すことがあるっていうものなんですよね。まあ、これが反社会性人格障害の主な特徴なんですけれど、まあこれってサイコパスの特徴とほとんど一緒なんですよね。かなり被ってるので、まあ、これだけ読んでもあのサイコパスの大部分の人たちは反社会性人格障害の中に入るっていうことがわかります。あとはね、サイコパスとソシオパスの違いについて、もう説明しようと思うんですけど、サイコパスは、先天的な要因で、ソシオパスは育った環境や幼い頃の虐待などによる後天的な要因で、サイコパスは計画的に犯罪を犯す、でソシオパスは衝動的に犯罪を犯し逮捕される確率が高い、サイコパスは積極的に他者を傷つける、でソシオパスは衝動的で他者を傷つける、でサイコパスは成功者が多い、でソシオパスは長期的に仕事に就くことができない、でサイコパスは他者と共感することがなく愛着持つことがなく固執しない、ソシオパスは自分と同じ考えや思想を持つ相手に対してのみ共感し固執する、でサイコパスは治療できない、ソシオパスは治療できる、まあ、これ精神科の先生が分類したものなんですけれど、サイコパスとソシオパスなんですけれど、まあ、これ見てわかるようにサイコパスは、まあ、先天的な要因によって形成されている人格なので、まあ、ソシオパスと違ってですね、まあ、ソシオパスよりも比較的頭が良いってことなんですかね、まあ、社会に出て成功している人が多いわけですね。でよりその他者と共感することが、ね、まあ、ないっていうことなので、まあ、より冷酷で計算高いっていうことだと思いますね。でソシオパスは、まあ、育った環境とか幼い頃の虐待などによって形成される後天的なものなので、まあまあ、多少共感するあのことはできるっていうことと、あとはその地頭によってできているものじゃないんですよね。先天的なものじゃないから、まあ、衝動的に犯罪を犯したりとかしたり、まあ、仕事でもまあ長期的に仕事に就くことができなくて、まあ、うまくいかない、失敗するっていう感じなので、まあなので、まあ、よくサイコパスの人ってその世の中の、ね、CEO とかね、社長とか、あるいはその政治家とか、比較的その何ですか、社会的地位が高いって言われてる人の中に多いって言われてるんですけど、まあ、それも分かりますね。でソシオパスはどっちかっていうと、まあ短絡的な犯罪に走っちゃって逮捕されちゃったりとか、まあ、職を転々としたり、とかして、まあ、あんまり社会で成功してない人たちが多いってことですよね。あとはね、サイコパスもマイルドサイコパスっていう概念があって、まあ、サイコパスの要因がサイコパスの素因がね、頭の中にあるんだけれど、もうガッチガチのサイコパスじゃなくてマイルドなサイコパスの人、まあ、そういう人たちがより社会に溶け込んでて自分たちの周りにいますよって、でそういう人たちが、まあ、場合によっては危害をね人に加えることもあるし、あるいはもう計算高くて社会の上の方にいて、もう人を自由に操っている人もいますよっていうことでございます。で、まあ、反社会性パーソナリティ障害もサイコパスも人によってね、あの定義も微妙に違って統計も違うんですけれど、定義はその精神科ではあの
しっかりとした基準っていうのはあるんですけどね、反社会性人格障害に関しては。統計に関してはですね、結構まちまちなんですけど、まあ、反社会性人格障害もサイコパスも大体ね、人口のね 1% から数%ぐらいいるって言われてるわけです。なのでその数字だけ見ても、まあ、サイコパス、ソシオパスと反社会性人格障害はもうかなりの部分で被ってるっていうことがわかります。ということですが、ご理解いただけましたでしょうか。はい、また機会があればサイコパスとか反社会性人格障害についてお話ししようと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。